ナウサマンか。おい、どうもフィラボーイです。今日はね、夜食のためにですね、市場に来ました。日本とはね、違う魚とか、まあ、どんなものが売ってるかっていうのをね、まあ、いろいろシェアしたいなと思います。ではスタート。オー、ウンサニー、ビトサナンチキン。おお、すげえ。まずはいつも買ってるここから行こう。アジうまそうだな。これアジですね、アジ。海ぶどう。これ。これ青ブダイじゃん。あ、ブダイじゃん。青ブダイ。あれ？マグロ？カツオ？カツオ！カツオ！今日は少ないな。今日は少ない。山盛り野菜。アジク。マジで。どれ？アジ。あ、ブダイ。ブダイ？ペダニキロ。あ、あて、あて、ピラ。今日のお寿司はペダニキロ。フィラフィラフィラ、アドディマンウィッナウサマンか、おいフィラ、おいラギ、おいフィラ、フィラフィラ、フィラ、フィラ、フィラフィラ、フィラウササラムウサラムセゲ、ちょっとかもそわセゲ、おいフォーナインティーフォーナインティーラギ。これめちゃめちゃ綺麗だね。ミルクフィッシュ、これ焼いて食う。生で食ったら光沢がすごい。ダメよ。ダメ。
Bangos? Sige, oi. Oh. Boneless, bangos? Boneless? Boneless, oh, good. Yes. You like boneless, bangos? Like. Lami? Lami, yummy. To be fried, bangos. Salamat. これやばくない？なんなんこいつ？あ、前の。あ、ダツこいつできます。これ何？カツオ？ソーダダツオ。ソーダ。ソーダダツオ。あれダツオ？パンパンだね。あて。ピラ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 。じゃあこんだけね買ったんで今から家に帰って調理しちゃう。ということで帰ってきました。これからね料理していきます。まずは魚を紹介します。アジ、これを一種類と、あ、カツオ、すごいですね。タイですね、ちっちゃいタイです。こいつらを今日は刺身と寿司とアジフライにします。では早速やっていく。はい、ということでねアジをさばいていきたいと思います。ちなみにですねアジは1キロ180ペソだっけ。1キロ180ペソでした。まあ、なので、まあ、大体400円いかないぐらいですね。これが7-10匹ぐらいかなが買えました。こちらを刺身とフライにしていく。こんな感じ、刺身ができました。アジの開きも揚げようもできました。こっから揚げていく。卵、小麦粉でアジフライに行きます。まずは塩コショウかけていく。かけていく。して卵つけつけ。して小麦粉ジャブジャブ。これを油で揚げていく。いい色になってきたのでそろそろ揚げちゃう。ランチのご紹介をします。まずはなぜか食べかけのフレンチトースト、そして生姜醤油、そして
アジの刺身、アジのフライに味噌スープとなっております。では実食、アジの刺身を食べていく。生姜醤油につけて食べる。おいしい、めちゃめちゃうまい。次、アジフライ。食べていく。うまっ。味噌汁。ラーメン。うめえ。シラスト。フレンチトースト。合わない。